はい、本日は六本木にあります東急不動産が、手掛けるハイグレードリノベーションマンション、マジェスタワー六本木に参りました。こちらはですね、施工が鹿島建設となります。でなんといっても新国立美術館を、望むビューが、圧巻なんですけども、ガラスボールの、スタイリッシュな近代的な、外観が、特徴的です。でこちらのマンションも、カフェテリアだったりフィットネスが、備わってますね。なのでその点も、見ていただければなと思います。で今回最上階の、角部屋が出てまいりましたので実際のお部屋に参りたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、じゃあもう最上階の角部屋なんで行きましょう。もうやっぱ入ってからすごいシックなデザインが特徴的です。まず、約3畳のシューズインクローゼットあります。奥までぎっしり詰められるようになってるんで相当数入りますね。あ、ここはお手洗いです。ここもやっぱりちょっとリノベーションかかってるだけあっておしゃれな作りですね。まあ、ここからすごいんですけど窓が特徴的なんで30畳のリビングです。どうですかね、本当に僕今いるんですけどすごいあったかいですね。ここが30畳の、キッチン込みのリビングダイニングです。オール、大理石ですね。で備え付けではありますが大型の冷蔵庫、サイズも本当大きいですよ。もう新国立美術館がもう目の前でここから、青山霊園があったりとか前を遮るものが本当にないんで、まあ、こんなキッチンもね僕ちょっと見たことないですね。ここも浄水器と食洗機と3口コンロガスコンロまでしっかりあります。キッチンのビューがこんだけ広がってるってないですよね。でまあ約30畳ありますんで6人掛けのダイニングと、まあ、大型の L 字のソファーを置いても十分余ります。で、こちらも収納が一面、まあ、下もありまして、で壁掛けの、テレビですね。これも本当に、スタイリッシュに仕上げてくれます。はい、で横ですね 17.2 畳の洋室がありますんで、もう角部屋をちゃんと利用した、二面採光でここもキングですかね。大きいベッドが1個入ってます。で収納とテレビがあってここにデスクも完備されてます。で、ね、あそこがもう本当に東京タワーがあんだけ根っこから見えるところも少ないですね。でウォークインクローゼットも真横に完備されてるんですけどもかなり大型です。続いてこの17畳のお部屋からすぐ行ける水回りですね。ここも、洗面台が2つあってドラム式が入ってます。で奥には、トイレも完備されてまして、でここのねお風呂はすごいですよ。ちょっと見てください。窓がね大きく取られてるんで外を眺めながら、お風呂に入ることができます。
こちらのマンションいかがでしたでしょうか。もともと一棟賃貸で出ていたマンションが東急不動産がリノベーションをかけてアップグレードされていいお部屋になって戻ってまいりました。こちらのマンションから、徒歩圏、2、3分ですね。ミッドタウンもあり、下にはスーパーマーケットがあったりとか、再開発が目まぐるしい六本木の中でとても魅力的な物件でございました。こちらの物件がですね、気に入っていただいた方は概要欄から弊社の方にご連絡いただければご案内可能となっておりますので、いつでもご連絡ください。ではこちらのチャンネルがまた気に入っていただきましたら、チャンネル登録と高評価いただければと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。